バイユーのタペストリーに描かれたハロルド2世バイユーのタペストリーに描かれたヘースティングズの戦いにおけるハロルド2世の戦士の模様。そのうちのどの戦士がハロルド2世であるかは確認されていない。ハロルド2世はウェセックス朝最後のイングランド王及び最後のアングロサクソン系君主。英語及び文献ではハロルド・ゴド・ウィンソンの名で呼ばれることの方が多い。 ウェセックスハク・ゴドウィンの次男で、トスティゴ・ドウィンソンとエドワード・ザンゲオーの日、エディスの2位。妻は、マーシア・ハク・アルフガーの娘で、ウェールズ王、グリフィズ、アプルウェリンの未亡人、エディス。1066年、既定のエドワード・ザンゲオーの死によって自ら、イングランド王に即位した。1066年1月5日に亡くなった、エドワード・ザンゲオーは、臨重の床で、 ハロルドを後継者に指名し、翌日貴族たちはウェストミンスター寺院に集結して、ハロルドを王として承認した。ノルマン人側の資料は、ことの進展が急すぎるとし、ハロルドの作為を指摘しているが、1月6日は高原祭の日であり、もともと貴族たちが儀式に集うことが予定されていた可能性が高い。これに対して、イングランド王の地位を狙う弟とスティは、 ノルウェー王ハーラル3世の貢献を得て東部からイングランド王の地位を狙うノルマンディー皇ギヨーム2世は南側からイングランドに侵入した。ギヨーム2世はかつてザンゲ王とハロルドの両方からイングランド王位の継承の約束を得ていると主張した。ハロルドは1064年に南戦してノルマンディーのポンキューに漂着し、その時に救助の例として自身の継承権を ギオーム2世に譲る約束をしていたというのである。9月、トスティとハーラル3世がヨークシャーを制圧し、9月20日に地元貴族の連合軍をヨーク近郊で破った。これに対して、ハロルド2世は5日後の25日にトスティとハーラル3世をスタンフォードブリッジの戦いで撃破した。3日後の28日に、 ギオーム2世が 386km 離れたウェセックスに7000人ほどを率いて上陸するとハロルド2世は反転して南に急行。両軍は10月14日、現在バトルと呼ばれているヘイスティングスの近くで退治した。ハロルド2世はギオーム2世のノルマン軍を際どいところまで追い込みながらも二人の兄弟と共に戦死した。伝承によれば、 ハロルド2世の最後は敵の矢で目を犬かれての死であったという。ハロルド2世の死後、サクソン貴族はエドワードザンゲ王の重視、エドガー・アシリングを擁立して反乱を継続したが、ギオーム2世に平定された。ギオーム2世は12月25日にウェストミンスター寺院で大官イングランド王ウィリアム1世となりノルマン朝を開いた。ハロルド2世の遺体は、 一旦サクソンの石の墓に埋葬されたが、後に生前自らが再興していたウォルタムアビーに改めて葬られた。終焉の地、バトルには石踏みが設けられ、傍らにはバトルアビーの遺跡が残る。ありがとうございます。